いやね、日本開催というのは非常に僕らにとっても意味がありますし、自然と気合は入ると思いますしね。もしそのぐらい時に立てれば最高のパフォーマンスを出したいなと思ってます。まあ、スクールから、まあ、週1回のラグビースクールから始まったんですけど、まあ、親にちょっとこう体型がこう太ってきて、デブになってきて、ちょっとなんかスポーツしなさいみたいな。なので自分にそういうなんかこう特技みたいなというか、その時は僕体重が重たくて、その年では体重重たくてでかくて、結構チームではボール持って走れば英雄になれてたというか、注目浴びれたので、それは非常になんかやってて楽しかったし、気持ちよかったなっていうイメージがありますね。大学終わっていきなりフッカーになったんで、急いでこうフッカーの技術とかを取得しなければならないっていう時に、そこ海外にやった方がすぐ身につくんじゃないかって、まあ、感覚的に思ってすぐ行きましたね。まあある程度のね、まあ、英語はそこまで喋れないですけど、ある程度のグラウンドの中でのコミュニケーションっていうのは海外の選手と取れますし、で、まあ、フィジカル面でも、海外でのフィジカル面でコンタクトのスキルって部分は試合の中でも生きてるかなと思いますね。いや緊張です。僕のやっぱ技術っていう部分も足りてなかった。フッカーに何倍とかだ、フッカーにこうねポジションチェンジして2年後とかですからね、代表になって、フィールドはまあなんとかそこそこできたんですけど、スクラムワークとアイアウト部分は全然ダメだったかなと思いますね。特別なもんですね。僕実際まあ僕初めてワールドカップ出たのが2011年ね、出た時はそんなワールドカップって特別なもんっては思ってなかったんですけど、そういうことを経験、ね、2010年経験した時に、まあ、世界中がね注目してる大会で、日本はそこまでワールドカップラグビーっていうのは注目してないですけど、日本以外はものすごいこう熱があるというか、絶対みんなが見てて楽しみにしてるって大会なので、特別なもんっていうのはほんま2011年の時に知りましたね。And an opportunity here. That's just gone out. That's going to be a try for Horry.これぐらい切ってんでも100ではないですよね。もう90でもないですし、もう少しずつ上がっていっているんじゃないかなと思いますね。まあ少しずつ戦術戦略も毎年こう、まあ、1年1年変わっていってますし、ここからかなと思います。もう僕らもチームとしてまだワールドカップの時にこうピークを持っていかないダメなので、まだこう積み上げていってる状態、一個一個階段上がっていってる状態なので、満足はしてませんけど。